どっちか。ご来場いただきましてありがとうございます。14時の会もなく開場いたします。ページが変わった。では現在の時刻は14時になりました。これから名鉄線 JR 線 JR 東海道線の1日を N ゲージで再現してまいります。まずはじめに模型時刻のご案内です。正面スクリーン黒色の画面ご覧ください。ただいま現在の時刻、皆様の時計では14時00分18秒19秒と進んでおりますが、こちらを分と秒を時と分に置き換えて模型時刻としております。模型の時刻はただいま0時27分28分29分と進んでまいります。現実の1秒間を1分に置き換えた60倍速のスピードで模型の1日を再現いたします。1日は24時間、こちらを24分に短縮して実演を行います。続いてブースのご案内をいたします。お客様の右手、こちらが岐阜駅になっております。岐阜駅、名鉄の岐阜駅がブースから出ております。それと東海道線の岐阜駅から名古屋方面に線路が伸びていきます。東海道線は稲沢、名古屋の順で名古屋まで参ります。名鉄線は途中笠松と塚口がございます。その先には琵琶島分岐点があります。琵琶島分岐点では左から稲山線、新宇沼方面からの線路が合流し、名鉄線は大ターミナル駅である名鉄名古屋の駅に到着をいたします。名古屋の駅を出ますと、名鉄線は神宮前に到着します。神宮前からは中国際空港方面に向かう常滑線、空港線が分岐していきます。東海道線は神宮前の横を通り抜けまして、この先大分に進んでいきます。大分では竹豊方面の竹豊線が分岐していきます。名鉄線は神宮前を出ますと続いて豊明に着きます。豊明には今回の実演では唯一となります検釈が併設されております。東海道線大分を出ますと刈谷に停まります。刈谷の駅は普通列車と快速、特別快速、新快速が追い抜きを行います。最後のカーブを曲がりまして、名鉄線は東岡崎に着きます。名鉄線はここで快速特急、特急と普通の追い抜きが行われます。名鉄線その先は伊那に着きます。名鉄線の急行と特急以外の列車は伊那で折り返します。名鉄線伊那から先、飯田線と合流しまして、飯田線との共用区間に入ります。共用区間豊川を渡りますと、この先は終点の豊橋です。名鉄線は飯田線ホームの横3番線を曲がりしています。JR 線は三河宮からこちらも協力区間の隣、豊川を渡りまして豊橋へ向かっていきます。お客様の左手が豊橋、右手が岐阜方面です。模型の時刻は夜中午前3時となっております。始発列車は5時ちょうどから名鉄の岐阜駅と JR の岐阜駅からそれぞれ発車いたします。名鉄線は準急の豊橋行き、東海道線は普通豊橋行きです。線路の保守作業、線路や信号の保守作業が終わりまして、この先5時に始発列車を通すため最後の確認作業が行われます。させなくなったりする。時刻は間もなく4時になります。4時になりますと直流1500ボルトが送電されまして、それぞれの列車出庫点検、起動試験を行います。1つの列車には1人の運転手がついて時刻通り運転してまいります。岐阜駅には間もなく5時始発となります通豊橋行きがまいります。岐阜駅の流線から岐阜の方面へ向けまして入れ替え車両が到着いたします。別の列車豊橋行きが到着します。黄色い展示ブロックの内側までお下がりください。
岐阜駅は普通18駅です。発車いたします。1番線から列車が発車します。ご注意ください。模型の中の1日は5時を回り、名鉄線東海道線の1日がスタートいたします。岐阜駅と名鉄の岐阜駅からはそれぞれ始発列車が発車しております。その他、伊那、東岡崎、刈谷の各駅から始発列車が発車です。今回の再現は2021年ゴールデンウィーク、名鉄線1200系パノラマスーパーが中部国際空港まで乗り入れた時の模様を再現いたします。岐阜駅に停車中の6時ちょうど発特急中部国際空港駅からパノラマスーパー1200系が中部国際空港セントレアへ乗り入れを行います。豊橋駅からは区間快速、失礼しました、新快速の岐阜大垣行きが発車しております。この先大垣まで先に参ります。名鉄名古屋駅ご注意ください。準急豊橋行きの到着です。次は神宮前に停まります。東岡崎からは急行になります。名古屋駅からは準急豊橋行きが発車です。次は神宮前です。中部国際空港駅のパノラマスーパーはただいま浅間諏訪駅到着をしております。次は名古屋に停まります。特急中部国際空港駅です。次は名古屋に停まります。お出口は右側です。名古屋の次は神宮前に停まります。名古屋駅ご注意ください。特急中部国際空港行きが6両で参ります。特別車は前より1号車2号車です。一般車青色13番から24番お待ちのお客様からご乗車ください。ご乗車ありがとうございました。名古屋に到着です。次は神宮前に停まります。名古屋駅からは7時25分発特急中部国際空港行きがまもなく発車いたします。中部国際空港行きパノラマスーパー扉を閉めます。中部国際空港行きのパノラマスーパーが名古屋の駅を発車いたしました。次は神宮前に停まります。神宮前中部国際空港行きの向かい側には岐阜行きの特急が到着です。神宮前の駅常滑線方面へ向かいましてパノラマスーパーが到着しております。次は中部国際空港です。本日も面接をご利用くださいましてありがとうございました。パノラマスーパー特別運行の特急中部国際空港行きまもなく終点中部国際空港に到着です。ご乗車ありがとうございました。中部国際空港終点です。航空機第1ターミナルご利用のお客様は改札を出て右側、第2ターミナルは左側へお進みください。中部国際空港折り返しの発車は9時30分となります。中部国際空港停車中の列車は折り返し9時30分発、快速特急の新宮前駅です。次は神宮前に停まります。本日展望車付きの車両で運転をしております。特別車両券座席番号をお確かめなのでご了承ください。一般車前より名古屋方面へお進みください。手前の2号は特別車両です。まもなく中部国際空港からは9時30分発快速特急新宇都宮駅が発車いたします。ご乗車ありがとうございます。快速特急新宇都宮駅です。
新宇沼、名古屋、犬山、終点、新宇沼の順に停まります。次は神宮前に停まります。東岡崎、豊橋方面ご利用のお客様はお乗り換えください。間もなく神宮前です。かぶられたの、マジで言ってたの。もう一回待ってきて、新宇沼行ってから。ご乗車ありがとうございました。神宮前に到着です。次は名古屋に停まります。ご機嫌でかぶりたかね、この日頃の行いは悪い。名古屋駅ご注意ください。この電車は本当にしょぼいながりが悪かった。この電車は35分発快速特急新宇沼行きです。後ろより1号車、2号車が特別車です。特別車両券が必要です。ピンと外ってるし、ピンと外ってるのか。パナマスーパーの特別運行はただいま名鉄名古屋に到着いたしました。この先は宮島分岐点を右に曲がりまして、新宇沼へ向かっていきます。新宇沼折り返しも中部国際空港行きの特急として運転を行います。新宇沼駅折り返し、明日の時刻は12時ちょうどです。東海道線、まもなく三河宮を通過しますのは新快速の大垣行きです。この先、刈谷で前を走ります普通岐阜行きの待ち合わせをいたします。豊橋側、豊川を渡りましたのは飯田線、豊川行きです。名鉄線と分かれまして飯田線単独区間へ入っていきます。岐阜駅には特急白鷺2号名古屋行きが到着いたします。岐阜の次は終点名古屋です。岐阜駅に白鷺2号名古屋行きの到着です。発車は11時40分です。発車いたします。本日も特急白鷺号をご利用くださいましてありがとうございます。次は名古屋に停まります。名古屋の到着は12時40分です。特急白鷺号名古屋に到着しますと折り返しは14時40分特急白鷺3号の金沢駅となります。新宇沼から間もなく中部国際空港行きの特急が到着いたします。名古屋駅、今度の発車は55分発特急中部国際空港行きが6両で参ります。特別車は前より1号車、2号車です。停車駅は金山、神宮前終点の中部国際空港です。パナマスーパー中部国際空港行きがただいま名鉄名古屋の駅に到着いたしました。発車は12時55分です。発車まで少々お待ちください。名古屋からは55分発特急中部国際空港行きが発車いたします。名古屋駅から時刻通り中部国際空港行きのパナマスーパーが発車しております。次は神宮前に停まります。特急中部国際空港行きです。神宮前に到着です。お客様にご案内をいたします。この後名古屋駅では遊館の積み込み作業が行われます。お足元、名古屋駅付近、手ぶらゾーンお分けくださいますようご協力をお願いいたします。中部国際空港行きのパノラマスーパーはただいま名鉄線東海道線の上を通りまして中部国際空港に参ります。名古屋駅付近ご注意ください。新聞の輸送を行いますのでお足元、手ぶらゾーンお分けください。夕刊の積み込みは14時20分準急稲井行き、15時20分普通東岡崎行き、15時55分快速特急豊橋行きに積み込みを行います。これは東岡崎稲井に向けまして新聞の積み込み作業を行います。ただいま14時20分発の準急稲井行きへ稲までの新聞の積み込みを行っております。20分になりましたので新聞が発車します。名古屋駅、今度の電車は20分発通東岡崎行きが2両で参ります。黄色の乗車位置13番から19番でお待ちください。山王、金山、神宮前、堀田、呼び継ぎ、桜、本笠寺に停まります。東岡崎と豊橋にはこの後の快速特急が先の到着です。
というわけで快速特急の待ち合わせを行います。名古屋駅ご注意ください。20分発東岡崎行き到着です。新聞の積み込み作業を行います。この列車には豊明までの新聞が積み込まれます。20分発です。新聞の積み込みとお客様の情報が終わりますと発車いたします。新聞の積み込みが終わりました。お客様の情報が終わりますと発車いたします。名古屋駅からは普通東岡崎の発車です。名古屋駅この場電車は55分発快速特急の豊橋駅が6両で参ります。特別車は前より1号車2号車です。一般車青色の13番から24番でお待ちください。原山、新宮前、紫龍、東岡崎等に止まります。紫龍で急行豊橋行きに東岡崎で普通2年行きにお乗り換えができます。三河線は紫龍でお乗り換えです。ご注意ください。快速特急豊橋行きの到着です。快速特急には東岡崎までの新聞を積み込みます。新聞の積み込みが完了しました。55分発で発車いたします。ご協力いただきましてありがとうございました。新聞の夕刊が無事積み込まれております。中部国際空港から参りましたスーパーパノラマスーパーはただいま神宮前の駅に到着いたしました。この電車は快速特急の新宮の駅です。名古屋駅特急岐阜行きが発車いたします。これちょっと前です。名古屋駅今度の電車は17時ちょうど発快速特急の新宮沼行きが6両で参ります。特別車は後ろに1号車2号車です。停車駅は岩倉、道南、犬山遊園、終点、新宮沼です。亀ヶ原線急行は犬山遊園でお乗り換えください。ご乗車ありがとうございました。まもなく名古屋に到着です。次は岩倉に停まります。快速特急新宮沼駅です。まもなく発車いたします。パノラマスーパーの中部国際空港乗り入れはあと1回ございます。20時20分着、22時10分着、この時間約2時間中部国際空港に停車をいたします。白鷺号をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく名古屋に到着です。引き続き東海道線豊橋方面と新幹線、近鉄線、名鉄線、地下鉄線はお乗り換えです。ご乗車ありがとうございました。名古屋に到着です。白鷺号折り返しは18時40分発特急白鷺5号金沢行きです。豊橋駅豊川の放水路を踏み出せると東海道線の電車が並走しながら豊橋の駅に向かっております。模型の時刻ただいま18時を迎えております。夕方のラッシュの時間帯です。若干列車の本数が多くなってきております。名古屋駅からはまもなく18時40分発特急白鷺5号金沢行きが発車いたします。ご乗車ありがとうございます。特急白鷺5号金沢行きです。尾張、一宮、岐阜、大垣、米原、長浜、鶴ヶ、鯖江、福井、金沢の順に停まります。次は間もなく岐阜に到着をいたします。中部国際空港行きのパノラマスーパーはただいま名鉄の名古屋に到着をしております。この後神宮前から空港線に入ります。中部国際空港まで参ります。名古屋駅から中部国際空港行きパノラマスーパーが間もなく発車いたします。名古屋駅からは中部国際空港行きの特急パノラマスーパーが発車をしております。次は神宮前に停まります。
新宿駅ご注意ください。特急中部国際空港行きの到着です。次は終点中部国際空港に停まります。神宮前に到着です。ここで犬山線から空港線へ乗務員交代が行われます。名鉄をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点中部国際空港に到着です。パナマスーパー特別運行中部国際空港への入線はこの列車が最後の列車となります。中部国際空港に線にあってパナマスーパーが到着です。中部国際空港への特急列車はすべて2200系、ニュースカイの赤色のニュースカイが誘導されておりますが、パノラマスーパーは基本的には豊橋からしか来ません。今回は2021年のゴールデンウィークに実施されましたパノラマスーパーの特別運行を再現しております。保険の時刻は21時になります。ではそのラッシュを終えて終電に向けて一部列車が入庫していきます。最終列車のご案内です。名鉄の名古屋から豊橋方面最後の列車は急行豊橋駅が21時40分まもなくの発車となります。名古屋から岐阜方面は急行岐阜行きが名鉄線急行岐阜行き22時35分東海道線岐阜行きが岐阜行き23時50分に発車の予定です。長井からは急行豊橋行き最終列車が間もなく発車いたします。40分時刻通りに発車をしていきました。豊橋行きの最終列車です。急行豊橋行きは神宮前、東岡崎、南、終点豊橋の順に停まります。模型の時刻は22時を回っております。一部の列車が最後の目的地へ向けて運行されております。名鉄の名古屋駅に入りました列車は急行中部国際空港行きです。次は神宮前に停まります。22時30分の発車です。お客様のご乗車が終わりますと発車いたします。名古屋駅からは急行中部国際空港行きが発車いたします。名鉄名古屋駅から中部国際空港行きが発車していきました。東海道線の名古屋駅からはホームライナー大垣行きが発車をしております。次は岐阜に停まります。白崎港折り返しの車両を使いましてホームライナー大垣が運転されております。まもなく名古屋駅には中部国際空港からの特別運行を終えましたパノラマスーパーが到着です。名古屋駅ご注意ください。特急岐阜行きの到着です。名古屋駅豊橋方面には特急東岡崎行きが到着です。東岡崎までの最終列車でお乗り遅れなさいませんようご注意ください。名古屋駅の発車は23時25分です。お客様の乗車が終わりますと発車をいたします。知らないよ。発車です。名古屋駅からは特急東岡崎行き最終列車が発車いたしました。この後は名古屋駅から23時50分発東海道線上下の最終列車が同時に発車をいたします。東海道線名古屋駅23時50分になりますと普通列車上下同時に発車いたします。名古屋駅からは刈谷駅と岐阜駅最終列車がそれぞれ同時に発車いたしました。模型の時刻はただいま日付が変わりました。今走ってる電車はすべて最終電車です。終着駅に向けて走っていきます。豊橋駅には飯田線、豊川からの飯田線が到着です。豊橋駅は飯田線最終の豊川行きが発車いたしました。この後回送の稲行き、名鉄線の稲行きが発車していきます。25時になりますと全ての列車の運行が終了いたします。
中部国際空港からは神宮前までの回送列車が発車しております。東岡崎駅には東駅止まりの特急が到着です。次のパノスパもあれあるんだったら俺も写真撮ろうか。稲沢駅からは岐阜駅の最終列車が発車いたしました。この列車が到着しますと名鉄線東海道線の1日が終了いたします。これをもちまして名鉄線東海道線の1日を終了いたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ご覧いただきましてありがとうございました。今度の列線はこの30分かけまして15時ちょうどからとなります。発車までご乗車になりましてお待ちください。特別車は後ろより1号車と2号車です。